FM 那覇デージシマナイチャーチェ FM ナハ 78.0 おおはいどうも皆さんこんにちはチンさんパパです。7月の21日木曜日10時を少し回ったところでございます。チンさんパパのシマナイチャーチンスタートです。チンさんパパは歌のお父さんとして活動しております、沖縄県に在住の虹のパパでございます。よろしくお願いいたします。はい、今週もやってまいりました。最近ですね、私中田あっちゃんの YouTube 大学にもうドハマりしておりましてもう移動時間から何から何までずっとあっちゃんずっとあっちゃん見てるんですよ。これでも何がめちゃくちゃいいかっていうと、僕あの歴史とか結構好きで、首里城が燃える前とかも自分で一人で休みの日とかにね、首里城に行って沖縄の歴史学んだりとか、それこそその三線やってるのとかも沖縄の歴史知りたいっていうのもあって始めたのもあったんですよね。でその歴史をものすごく分かりやすく解説してくれたりとか、あとやっぱりこれからの日本がどうなっていくかっていうところ、あとお金の使い方とかもそうですよね、貯め方もそうだし、自分がどういうライフスタイルで今後進んでいけばいいかっていうのね、もう本当に中田あっちゃんの別にめちゃくちゃファンでもないけども、YouTube がすごい好きすぎて、で何を学べるかって言ったら、この内容も僕そうなんですけども、話し方なんですよ。話し方めちゃくちゃうまいっすよ。当たり前なんですけど、芸人さんだから。だけど今この僕、一つね、ちょっとまあおっ広げには発表できないんだけども、一つちょっとコンテンツを作ろうと思っていろいろと準備してるんですよね。でそれは今このトトズのコミュニティに関したものなんだけども、それの中で今初めて自分で動画を撮ってっていう作業をずっとしてるんですよ。毎日毎日一本、毎日このテーマ決めて、動画で話す。でそれを延々撮って、これやばいな、これ全然伝わらんなとか、これでこの辺こうならみたいなを延々やってるんですけども、その中ですごくこの YouTube 大学、人にこの伝えるっていう意味ではちゃんと要点をまとめて、しっかりと相手に伝わる言葉のチョイスであったりとか、本読むのもすごく大事って言って、僕本あんまり好きじゃなくて全然言葉のボキャブラリー的にはそんなに多くはないと思うんですけども、ただねそういう中で僕が吸収しようと思うものって、このやっぱり喋りが上手い人、人に伝えることが上手い人、あと商売上手い人もそうですよね。そんなところから僕はこの毎日ね動画を地道に地道に、寝かしつけの9時半が終わった後にひっそりと、僕ハスラーのですけどね、ハスラーの中に入ってどうもこんにちは、小さなママですっていうのをずっと一人で撮り続けてるっていうね、そんな毎日なんですけど、ぜひねこれどんな今一体コンテンツを作っているのかっていうところもね含めて、7月まだ下旬なので発表するのはもう少し時間がかかるかなと、思うんです。なぜかと言いますと、この今嫁さんがね今ちょうど妊娠期間中で、もう21日なんでそろそろ生まれてもいいよっていう時期に入ってきてるので、ちょっと仕事もねセーブしながら、今年は産休とまではいかないかもしれないですけども、家族にねしっかりと寄り添って、歌のお父さんやっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんな歌のお父さんの、インスタグラムのアカウントあります。アットマークチンさんアンダーバーパパ、アットマークチンさんアンダーバーパパ、歌のお父さんと検索してください。チンさんパパが一発目に出てきますので、よろしくお願いいたします。それでは今日も一曲お届けしたいと思います。聴いてください。いつか
でかけよう予定一つもない日曜思い立って昨日は仲間に call 誰も出ないし一人で go 人混みだらけの交差点あ、財布忘れた思い出せほらどんな時だってポーカーフェイスでもああ雨も降ってきたなんでこんなにうまくいかないのか教えてくれよ神様また不安になって落ち込む僕は無様でしょうか下向いて歩く帰り道アスファルトに花が咲いてたなんだか少しだけ勇気をもらえた僕がいたうまくいかない日々が続いたりダメなところばかり目についたりそれでも弱音一つ漏らさずにネクタイを締める月曜日涙きらりこぼれてもきっと誰も君を責めたりしないよ肩の力を抜いて歩き出そう忘れないようになくさないように君の夢叶うその日まで少しずつでいい踏み出していく一歩力強く君が笑うその時まで何回何十回数えきれないほど描く夢をノート一面書き込んだそれでも燃え尽きない心あいつはきっと笑うだろうでも本当はそれでいいのかもまた外は雨ですか神様なあ今日ぐらいは晴れてよ思い通りに数をせたりいつもと違う道探したりどんな選択もきっとベストそう思いたいね言葉も聞き流していたけど心の奥ではいつもありがとうを共に泣いた時も笑い合えた日々もいつかまた会えるその日まで忘れはしないよ君は君のままでいつまでもずっと変わらないその笑顔で小さな夢が叶ったりもう大丈夫いつでもそばに寄り添ってくれる希望が僕の人生の支えになったもしもこの世に正解はないと一人悩み気づいたとしても僕はこの一瞬を生きてくよ共に泣いた時も笑い合えた日々もいつかまた会えるその日まで間違ってたっていい君は君のままでいつまでもずっと変わらない忘れないようになくさないように君の夢叶うその日まで少しずつでいい踏み出していく一歩力強く君が笑うその時まで ということで聞いていただきましたチンサババいつかお届けしてまいりましたはいということでございましてまあね毎週毎週素敵なゲストをお越しいただいてるんですよって言うんですけどでもほんまに素敵やからねこのラジオをきっかけにねいろんな人たちに知ってもらいたいなって思う人そしてものすごく僕は人に興味がね本当はない人間だったんですよねでなんか興味持つのがなんか億劫だなと思ったんだけどもねラジオに来てる人たちは本当に面白い人ばっかりだからマジで、みんなね、
いろんな人のことね知ってもらえたらいいなと思っております。で本日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、このコーナー行ってまいりたいと思います。チンさんパパのポジティブチンキン。はい、やってまいりました、チンさんパパのポジティブチンキング。イエ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 イ。沖縄が待ち望んでいたチンさんパパのポジティブチンキング、このコーナーでございます。このコーナーですね、チンさんパパが立派な島内ちゃんになるために出会った、修行中に出会ったおもろい人を紹介していく、そんなコーナーでございます。今日も、素敵なゲストにお越しいただいております、睡眠コンサルタント武藤睦美さんにお越しいただいております。睦美さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。睡眠コンサルタント発達を促すベビーマッサージ講師として活動しております武藤睦美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、2週連続ということで、はい、でございまして、あのね、いつもゲストさんに、あの睦美さんもそうなんですけども、あの僕ラジオに来られる前に、あのプロフィールっていうものをいただくんですよね。で、あ、大体その人なりだったりとか経歴とかを見させていただくんですけども、睦美さんすごくあの興味のある経歴がございまして、先週はちゃんとご紹介したんですけども、経歴のね一番最初のところに、あ、なんだったかな、あ、まあ、お疲れ様ですと、まあ、あのこの経歴ですってメールが来たんですよね。そしたら、大学で小学校醤油免許取得で、その次が、外資系アパレル入社で結婚出産って書いてあるんですよ。で、この醤油免許取得って一体何やろと思って、僕むちゃくちゃ興味があったんですよ。で、一発目にね、こう醤油免許って一体何ですかって聞いたら、これ小学校の教諭の免許の書き間違いだったっていうことで、醤油の免許って一体何でしょうねって、あのまあね、まあ、そこからでも興味が湧いたんでめちゃくちゃ良かったんですけども、ちゃんと説明もしましょうね。あの小学校の免許を取得されてます、小学校の免許ですね。で、外資系のアパレル入社されて、2018年結婚、そして2019年に長男の出産されて、そこからですよね。先週もね言ってましたけども、もうものすごく寝れない時期が続くんですよね、お子様の子育てで。そうなんです、そうなんです、そうなんですよね。 1歳7ヶ月、そう、新生児の時から1歳7ヶ月までもう夜本当に寝たことなくって、換気扇の前で3時間歩いたり、夜中の11時から2時まで笑うな、めっちゃきつかったんです。この時やばいなと思って想像しただけで、今ね本当に今笑えてます。自分でも笑えるようになったけど、あの時は本当に、ね、夜の11時から2時とか3時ぐらいまでドライブ連れてったりとか、本当なんか本来子育てってハッピーなものだったはずなのにっていう毎日を過ごしてましたね。ね、そのご自分のね経験があって、なんとかこの改善したいということで、この睡眠、コンサルタントの勉強を始めるっていうようなことなんですよね。そうなんです。なので今は同じあのねんねのことで悩んでるお母さんたちとか、あとちょっとね発達が気になって、こうマッサージとかストレッチやっていきたいよっていうお母さんたちに向けて、直接沖縄だと講座で、で県外の全国のママさんですと、あのZoomとかオンラインで講座やったりとか、あと個別で睡眠が改善するまでサポートさせていただいたりとかする活動をしています。素晴らしい。いやね、眠れないってもう最強にしんどいですからね。そうなんです。それも子育て始まって初めて分かったんですよね。長期的な睡眠不足がこんなに自分を自分じゃなくするんだっていう、まあ、本当に自分が自分じゃなくなっていくんですよね。一生懸命子供にやりたいし、子供のこと愛してるけど寝れてない、イライラする、旦那さんに当たる、悪循環、自分の親にも当たる、子供にも当たるっていう、本来自分が思い描いてた子育てとどんどんかけ離れていって、すごく辛かったなと思ってます。ね、その経験を生かしてね、今睡眠コンサルタントされてるわけなんですけども、なんかどんな方がご相談に来られたりとか今してらっしゃるんですかね。私のサポートしてるメニューっていうのが、まあ、3週間がっつり
LINE とか Zoom とかテレビ電話しながら改善するまでサポートするものと、あと1週間のものと単発60分ちょっと相談したいっていうことでテレビ電話したり電話したりしてサポートするものと、また別に講座で直接あの知識をお話しするものがあるんですけど、最近で言うと講座に来てくださっていた2ヶ月のお母さんがいて、寝ないんですっていうことで、あのベビースリングっていうリングの一枚の布で抱っこするもので来られてて、昼も夜もずっとこのまま寝てると肩から下ろしたことがない、で抱っこもスリングがないと手で抱っこすると反ってしまって抱っこもやりづらい、で緊張して硬くなっちゃってるっていうことでお話聞きに来てくれてて、でその方講座でねちょっと知識前回お話しした室温とか湿度の話とか、ためになりましたねこれね、をさせていただいて、ご自身でね少し整えてもらって、でやっぱり訪問コンサルっていう形で、もう一つねサポートのメニューがあって、訪問外出されにくい方とかあと来てほしい方とかのところにお家にお邪魔して、睡眠環境一緒に整えたりとか、実際に私も湿度とか室温とか見たりとか体感して、もうちょっと下げた方がいいよってお話させていただく訪問コンサルっていうのをちょうど先週かな、させていただいて、お家来てくれるんですね。そうなんです、行きました。どこでも行きますよ私飛んできますよ、どこでも行きます、名護でも離島でも行きますよ、いやでもその家庭環境大事ですからね、見るのもね。そうなんです、で来てお伺いして、で実際に、環境を整える、寝床をまずは整えた後に室温湿度やって、あのホワイトノイズって言われてるちょっと砂嵐音、テレビの砂嵐音、ザーザー音っていうんですかね、お腹の中にいた時によく聞いてた音に近い音も、流してくれてたので、その音量とかもあるんですよ。音量とかもあるんです。音量とかあるんですか。そうなんです。結構皆さん小さめでオルゴール流してたりとかするんですけど、 あんまり意味がなくって。え、そうなんですか。ああいうホワイトノイズとかオルゴールって、こう雑音、睡眠の邪魔になるこの雑音をかき消してくれる効果とリラックス効果と2つあるんですね。小さすぎるとその効果が発揮できてない、で実際に言うと50デシベルから60デシベルがいいって言われていて、50デシベルから。そうなんです。これどうやって測るのって言われるんですけど、デシベルメーターとかってアプリがあるんですよ、無料の。 あるんだ。そうなんです。そっか、あるか。そうなんです。あるか。それとって家でどのぐらいの音、自分たちのね、あの生活音がどのぐらいなのかっていうのも分かりますし、ホワイトノイズとかこのオルゴールがどのぐらいの音量で今流れてるのかっていうの分かるので、ぜひあのアプリ取ってオルゴール流されてる方とかは、おそらくね40とか30とかにしてる人すごく多いんですよね。ちっちゃいってことですか。そうなんです。小さいとあまり効果がないので50、60でいいです。あのプーさんのなんかこんなねんねしてるやつでカチャってね。そうです、ありますね。あるじゃないですか、あれ。いいって言うからね。なんでこう大きすぎるんだったら離して2メートルに離すで、小さい、どうしても小さいのであればちょっと近づけてっていう感じにしたりとかして、こう光の調整して寝床を見て、あと音量確認して室温湿度確認してっていうのを訪問コンサルでやって、でおくるみをつけて3ヶ月、まあ訪問コンサル行った時はこの方がもう3ヶ月になってたんですけど、3ヶ月一度も下ろしたことがないと。で整えたのでやってみましょうっていうことで抱っこしてちょっと寝て、で15分ぐらいしてから置いてもらって、したら寝たんです。今まで置いたことなかったのに。3ヶ月で初めて寝床で寝たんです。肩から置けたんですよ。もう本当よかったね。もうね、あもう今思い出しても泣きそうになる。そのぐらい、そうお母さんも置いて3秒ぐらいしてパーって泣いたんですよ。めちゃくちゃこの気持ちわかると思って、やっぱずっと抱っこって辛いし、どんなに大好きで愛おしくても肉体的にもきついし、それが置けた、で子供の寝顔が見れてる、今までここで寝てたから見れてなかった。そうだそうだ、見れてるっていうのですごい感動してくれて、バーって泣いてくれて、でその後結局1時間寝てくれたんですね。環境がすごく良くて、でその間1時間ちょっとねお母さんとどんな感じで3ヶ月過ごしてきたのかとか、あと他にも産後ケアってこうやって使えてるよっていうお話させていただいたりして、そう、そこから
夜もなんと寝るように寝床に置いて寝られるようになったんですよ。すごい。そう、そのたった1時間、私がいた1時間で環境を整えてあげて、環境を整えるだけです、うん、これだけで夜もスリングでこうやって寝てて、30分から1時間起きてた子が5時間寝ました、うん、で翌日も6時間寝ました。もう3ヶ月で初めて自分が別の寝床、添い寝ではあるんだけど、うん、布団が別々で自分も伸びて寝られて、肩も下ろせて寝れました。もう本当にありがとうございますっていうラインをいただいて、やってよかったって思いました。いや素晴らしいですよ、ね、本当にこれだけね寝るって、うん、結局次の日やっぱ可愛いんですよね、愛おしい、うん、眠れるからね、うん、ちゃんと精神状態も含めて。そうなんです。で5時間も寝てくれてるからちょっと寂しいなって気持ちがあったりして、うん、あ、はいはいはい、早く抱っこしたい。今まではいいですよ、ね、そう1日抱っこしてるから下ろしたい下ろしたい、うんうん、辛い辛いなのが、寝てくれるだけで、はい、愛おしいっていう、こう本来の子育てが戻ってきて、すごいやっぱり睡眠って大事だなって。やっぱり、ね、私もいろんなママさんパパさんと出会ってお話聞いていく中で、やっぱり睡眠って大事だな、子育てには睡眠がやっぱり欠かせないなって本当に再認識させられました。うん、いや良かったですよね、そのお母さんね。いや、やっぱり眠るって当たり前じゃないんだなっていうのもね、そうなんです、すごく感じさせられるところでもありますし、うん、なんかこういったね、こう今日むつみさんに来てほしいなって思ったのは、まあ、僕のラジオね、助産師さんも来たことあるし、ベビーシッターさんも来たことあるんだけど、みんな共通して言うんだけど、あのヘルプを出せる場所がないであったり、知らなかったり、そういうお父さんお母さんたち本当にいっぱいいるから、今日このラジオね、もし聞いてくれてる人がね、まあ、いるならば、リンクでもいいし、何かしらの形でそういったお父さんお母さんたちにね、広げてくれることでね、あの救える、あの極端に言ったら命なのかもしれないし、その人のライフスタイル人生だったりすると思うので、極端だけどもね、あのこのラジオきっかけにね、むつみさん知ることをきっかけに、もっともっとね豊かに、そして楽しくね、子育て、してくれたらすごくいいんじゃないかなってね、あのそこの思いはすごく僕あの一緒なんじゃないかなと思って、はい、今日お呼びしまして、ね、めっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってくれてるけど、ね、ありがとうございます、ね、知ってもらえたらいいですよね、はい、もっとね、知ってもらいたいです。知るってだけでもね、心の余裕が違うと思うので、ぜひ知ってください。そんなむつみさんのことをですね、知るためには情報発信してる SNS ありますよね、インスタグラムありますね、カタカナでねんねの味方って打ってくれると、はい、アットマーク武藤アンダーバーねんねの味方が出てきますので、はい、息子とこういう写真抱っこしてるね、はい、うん、が写ってるので、ぜひそれチェックしてください、はい、よろしくお願いいたします。ね、年々の味方でございます皆さんね、本当に年々の味方ですもんね、本当にあのいろんなね、子育てする中でお悩み持ってるお父さんお母さんたちたくさん絶対いるし、まあ、自分たちもね含めてこの発信する側ではあるんですけども、僕もむつみさんもその悩みであったり苦しみっていうのを同じように通ってきた、まだな、仲間って言ったらかな、大げさかもしれないけども、そういったね経験した人たち、からね、またこのいろんな情報とかもねもらったりとか、ぜひぜひ受け取ってほしいなと思いますので、武藤睦美さんです ね、 ね、はい、睡眠コンサルタント武藤睦美さんです。今日絶対覚えて帰ってください。そして、先週のおさらいでもしましょうか、眠るときね、何度か良かったですか、せーの、20度から22度、はい、大正解でございますはい、遠くから聞こえましたね、20度から22度でございます、湿度何パーセントに保った方がよろしいでしょうか、はい、はい、せーの50から60%、ギリギリセーフ正解ですあ、よかった、よかった、ギリギリセーフの正解があるんですね、危ないなこれも、今メモちゃんとあったからよかったけどチラチラ見てましたね、今ちょ一瞬確認したもんね、ちゃんとね50だったかなみたいなね思いましたけど、あとね、まあ今週、お話ししてくださってた、ホワイトノイズか、ホワイトノイズ、あと50デシベルに、音量調整するっていうのもすごく大切なポイントだそうなので、ぜひぜひ皆さん実施してみてください。よろしくお願いいたします。
はい、ということでございまして、お時間がもと、残り1分少々となりましたが、いかがでしたか。ラジオ2週続けて出演してくださいましたが、お腹空いてます。はい、ご飯食べてください。はい、ということでですね、今週も素敵なゲストにお越しいただきました、睡眠コンサルタントの武藤睦美さんに、来ていただきました。睦美さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大切なものはいつでもすぐそばにあったのに。FM 那覇78.0MHz。